はい、それでは皆さん、どうもこんにちは。本日ですね、2021年の論文試験、式試験、合格者対談を開始いたします。どうぞよろしくお願いいたします。本日はですね、2021年の論文式試験に合格された義母さんにですね、来ていただきました。いろいろですね、質問の方させていただきます。義母さんはですね、在学中から、鑑定試験の勉強をされてたということなんですけども、はい、論文を4回、受験されて最終合格見事されたということなんですけども、はい、結構その学生さんにとっては不動産鑑定士という資格は馴染みが薄いのかなというふうに思ってしまうんですけども、はい、どうしてこう鑑定士に出会ったんですかね。そうですね、大学生の頃に受けていた授業の先生が不動産鑑定士の先生だったので、そこで不動産鑑定士という資格を知って、そこから興味を持って、はい、そこで鑑定士に出会ったわけですね、はい、ちなみにどういった授業だったんですか。授業内容は宅建についての授業内容でした。なるほど、はい、分かりました。で、大学在学中から始めてということだと思いますけども、はい、具体的にいつから始められたんですか。ですね、大学3年生の、3月頃から担当式試験の勉強を始めました。なるほど、はい。で、ズバリですね、いろんな予備校が、2社しかありませんけどもありますけど、レッコをですね、選んでくれたその理由っていうのは何なんでしょうか。そうですね、やはり最初は受講料がちょっと他校の方より安かったっていうのが最初のきっかけであったんですけど、2年目の頃からはやっぱりレッコの教材とか、指導方針っていうのが自分の勉強法に合っているなと感じたので。なるほどね、はい、分かりました。で、今年はですね、担当から受験されてということだったと思いますけども、はい、学習経験者の方からすると、担当の学習はなるべくコンパクトにして、そして論文の学習の方に時間をどれだけかけられるのか、集中できるのかというのが大切だと思いますけども、はい、今年の担当学習というのはどうされましたか。そうですね、今年は合格発表が1月の後半、ほとんど2月ぐらいにやって、そこから5月で担当式試験だったので、3ヶ月しかなかったので、二次試験でも使う鑑定理論の方で多めに点を取って、行政法規で残りの部分を補う感じ。なるほどね、はい、やっぱりその、行政法規は論文式試験の方にはないから。そうですね、やっぱりこう鑑定理論の方により時間をかけてっていうことなんですね、はい。で、論文式試験の方なんですけども、学習のバランスっていうのはどんな感じだったんですかね。そうですね、論文式試験 の、 点数配分が、教養科目300点、鑑定理論300点なので、勉強の時間配分もその教養と鑑定理論で半分ずつになるようにバランス取って勉強してました。なるほど、やっぱバランスを重視されたということですね、はい。で、鑑定理論、それから教養3科目とありますけども、得意科目っていうのは何だったですか。得意科目は、民法と経済学ですね。なるほど、はい。民法は法律を大学で専門されてたということで分かりますけど、はい、なぜ経済学は好きだったんですかね。そうですね、やっぱ原因と結果がしっかりしている学問で、森田先生の教え方も良かったのですごくなんか自分には合っていたかなと思います。なるほどね、やっぱりそういった意味では民法と経済って共通点がひょっとしたらあるのかもしれないですね。どちらも論理的思考で、暗記ではなくて考えるということを重視するということで、はい、なるほど、分かりました。で、逆にですね、苦手科目っていうのはどうだったでしょうか。はもう鑑定理論の論文の方ですね。なるほど、はい、鑑定理論の方が苦手だったという。そうですね、はい、それは最後まで結構苦手意識が。そうですね、もう本試験までそこまで得意意識がなくて、結構苦手意識が強いまま。なるほど、苦手意識があるけど、実は当連では点数が取れてたっていうことでもなくてっていう。そうですね、当連でもあんまり高くはなかったと思います。そうなんですね、分かりました、ありがとうございます。では、得意科目として挙げてもらったですね、民法、それから経済ですね、学習法ですね、はい、教えていただければと思います。はい、民法については効果系民法 の、 重要度が AA とシングル A の論点を見て、問題提起と規範定立、理由付けも含めてなんですけど、を頭の中で言えるように、書くんじゃなくて頭の中で何度でも言えるようにしました。なるほどね、やっぱり、はい、全部書いてるとそれだけで時間結構取っちゃいますもんね。そうですね、はい、分かりました。じゃあ一方で経済学はどうでしょうか。経済学については効果系経済学で、グラフを書く練習をして、そのグラフを頭の中で説明するような感じで。なるほど、はい、
グラフは高架下に出てたグラフっていうのはまあ、A とか AA に関してはほぼもう書けるようになってたという感じ、うん、あ、まあ、そうですね、はい、あ、そうですか、分かりました。では一方で苦手科目として挙げたその科目のですね、学習方法っていうのはどうでしょうか。はい、やっぱり鑑定理論の基準の暗記がすごく苦手だったので、うん、基準をまあ暗記するのではなくて、うん、総ざらい講座だったり、うん、統連模試の、うん、まあ、論証ごとも暗記しても流れで、うん、なるほどね、はい、基準を合わせて覚えていく感じで、はい、流れ、それから言ってることを丸暗記せずにこうどういうことを言ってるのかっていうのをちゃんと、そうですね、理解しながらっていう、理解しながらっていうことなんですね、はい、うん、やっぱりこう暗記っていうのは毎日やられた感じですか。うん、いや、そんなにやってなかったですね。あ、そうですか、はい、なるほど、分かりました。で、まあ、私経済学の教員ということなので経済学についてですね、はい、教えていただきますけど、まあ、率直にですね、まあ、経済学の講義ですね、まあ、私前にして言いづらいということだと思いますけど、はい、どんな感じだったでしょうか。ちょっと教えていただければと思います。いや、もう本当にすごく分かりやすかったと思いますね。はい、いや、ね、やはり理解では、あ、暗記ではなくて理解の方に重点を置いてやってくれたので自分の勉強方法にもすごく合っていたので。あ、なるほど、はい、ありがとうございます。やっぱり最近のその傾向を見ても、うん、やっぱり暗記していることを吐き出す試験というのはもうとうの昔に終わってますので、うん、やっぱり理解が大切かと思いますけど、まあ、その理解を重視した勉強をちゃんとコツコツ続けられたっていうことなんでしょうね。はい、もうおかげさまでありがとうございます。で、今年はですね、まあ、ミクロに関してはゲーム理論とそれから不確実性リスクだったんですけども、うん、どうだったですか、ミクロは。そうですね、ミクロ、うん、ゲーム理論も不確実性の方も結構得意だったので、うん、ミクロの方はそうですね、結構解けたと思います。なるほど、はい。で、まあ、ミクロは私実はゲーム理論その昨年も出てたけど、うん、前回も出てたけど、ゲーム理論実は危ないよっていうふうに言ってたんですけど、うん、そうですね、昨年出てたからこいつが危ないっていうふうに言ってるけど出ねえんじゃねえかって思いませんでした。いやいや、もう言っていただけてるので、 もうそこはしっかり勉強しようと思って。ゲーム理論出た時、お、2年連続じゃんとかと思いましたか。思いましたね。ああ、なるほど、はい、あいつの言ってるの正しかったって。そうですね。ありがとうございます。で、マクロはどうでしょうかね。マクロはそうですね、うん、括弧2番かな、住宅指数のデータが与えられたやつは、多分あんまりできてなかったと思うんですけど、それ以外はおそらく大丈夫だったと思います。うん、まあ、やっぱりその、まあ、ちょっと見た目はトリッキーな、なんかこう、うん、実際のデータみたいなのがボーンと初めの方に出てきて、なんか難しそうに感じますけど、まあ、実は最後の問題以外は、うん、いけちゃうっていう、 そうですね、そういう感じだったですよね。はい、ちなみにどっちから解かれましたか、ミクロとマクロっていうのは。ミクロから解きました。あ、そうですか、はい、じゃあ順番通り解いていかれたっていうことなんですね。はい、なるほど、分かりました。では受験生の多くがですね、鑑定理論の基準留意事項の暗記で、まあ、非常に苦労されてると思うんですけども、暗記の際に工夫したこととか何かありますかね。まあ、そうですね、自分も、うん、鑑定理論の暗記は苦手な方だったので、あんまり参考になるかわからないんですけど、やはりまあ、モバイルのやつがあるじゃないですか、あれで、まあ、暗記しづらい人はやっぱり自分みたいに統連の流れを見ながら、ね、理解しながら暗記していった方が、まあ、流れで覚えやすいんじゃないかなと思います。ね、はい、よくモバイル緑色のやつも本当にボロボロになっちゃってる、うん、受験生の方いらっしゃるんですけど、すよ、ね、はい、やっぱり義母さんも結構ボロボロになっちゃったみたいな、そういう自分のは割と綺麗でした。あ、そうですか。なるほど。じゃあ統連の方に、総ざらいとか統連の方を 重視してやってたんでっていうことなんですね。はい、なるほど、そういう使い方もあるということですね。はい、で、まあ、レックの講座あるいは教材で特に役に立ったもの何かありますかね。うん、そうですね、高架系民法と高架系経済学と、うん、あと、まあ、総ざらいとか統連はもう全般的にすごく役に立ったと思います。なるほどね。はい、まあ、例えば経済学であれば、はい、まあ、どんな感じで1週間こう勉強されてましたか。うん、そうですね、高架系と総ざらいを、まあ、7日分で区切って、うん、まあ、7日間で1周できるようにして勉強してました。というと、じゃあ経済学は毎日。あ、そうですね、はい、大体全科目、まあ、何遍、全科目毎日やってたということなんですね。はい、あ、分かりました。で、まあ、今、言っていただいたものなんですけど、まあ、はい、特に何かあればということなんですけども、どのあたりが何か役に立ったのか、良かった点、あるいはもうここ改善してほしいとか何かもしれないいやいや、どうでしょうか。そうですね、やっぱ総ざらいとか統連に関しては、まあ、計算問題の練習だったり、実際に本試験に出そうな予想っていう部分もありますし、まあ、難しい問題に挑戦するっていう意味ですごく高架系とはなんか
全然違った教材だなというふうに感じてました ね、まあ、そうですよね。こう書けばあのインプット用の教材 でやっぱ統練になってくると、まあ、本試験意識して、はいね、なんかこうよく分かんない難しいっていう問題になってますもんね、うん、はい。なるほど。で、まあ、レックの教材の他に、まあ、自分なりになんかこう暗記ツールみたいな、あるいはまとめノートみたいな、そういったものっていうのは作られたりもしてたんですか？ノートは作ってなかったんですけど、うん、なんかあのアプリがあって鑑定基準のアプリが、うん、それを見ながら基準の暗記はしてました、うん、具体的にそのアプリっていうのはどんな感じなんですか？なんか基準が書いてあって、その重要用語みたいなところがなんか赤く隠れるんですよ。それはもう無料でダウンロードできる、無料ではなかったんですけど、無料ではない、はい、有料のものなんですね、まあ、1000円以内だったと思います。そうですか、はい、なるほど。あの緑色 あのモバイルよりも何がこうあのモバイルよりも使いやすいという感じですか？やはりスマホの方がすごく身近にあるので、そっちの方が、ね、あの隙間時間で、なるほど、はい、まあ、電車の待ち時間とかなんか あの隙間の時に使える、はい、ということなんですね。わ、はい、かりました。でもあの論文のですね、答案を書く上で特に意識とか工夫していたところって何かありますか？まあ、そうですね、まあ、もちろんあの重要な論点は落とさないようにするっていうのを意識してたことと、あと、まあ、特に演習問題なんですけど、あの、まあ、分からない問題にその時間をかけすぎないでどんどん次にテンポよく進んでいくっていうのを意識しながら。なるほどね、はい、ちなみにあの経済学の答案で何かこう気をつけたこととか何かありますか？まあ、グラフを書き損じないようにするっていう、なるほどね、はい、やはりあのスペース結構取ってしまうので、結構一回間違えてしまうとすごくスペース無駄にしてしまうので、そこは少し気をつけて。なるほどね、はい、間違えて修正器とか何かこうあるいは消したりっていうと見栄えが悪くなってしまいますからね。わかりました。ではあの論文の添削ですね、レックではさせていただいてますけども、まあ、我々、なるべくこう丁寧に添削しているつもりなんですけども、受講生の方から見ていかがだったでしょうか？そうですね、あの、まあ、結構あの自分は通信だったので、うん、あの郵送してから添削するまでのスピードもすごく速かったですし、まあ、あの自分がどこが間違えているのか、どこが分かってないかっていうのをすぐあの見れたのですごく良かったと思います。なるほどね。ただやはり最後の講師の方々からのコメントにすごい励まされた部分も大きくあったので。ああ、そうですか、はい、ありがとうございます。で、まあ、レックにはですね、まあ、質問制度教えてチューターっていうのがあるんですけども、どうですかね、まあ、私ちょっと義母さんの質問をちょっと先ほど見たら、はい、あの5回しか2021年はしてなかったんですけど、で経済学の質問はゼロだったんですけど、なんか嫌われてるのかなって思いましたけど、どうでした？教えて中退は少ない方なんですか？いや、合格される方で500回って方もいらっしゃいますね。そうなんですね。一応あのそうですね、まあ、分からない問題を聞いたり、あとは、うん、あの勉強方法で悩んだ時とかに、なんかあのどういった教材、その優先順位などを聞いて、その効率よく勉強できるように活用はしました。なるほどね、はい。で、まあ、やっぱりこう、まあ、受験勉強って本当にモチベーションを維持するのって大変だと思うんですけど、うん、まあ、スランプの時ですね、まあ、その点数が伸び悩んでる時とかって、まあ、どんな感じでこう気持ちを上げてったりだとか克服されたりしましたか？うん、そうですね、一応あの、うん、勉強時間を管理するアプリがあって、それであの自分の勉強時間を記録して、まあ自分の努力を数値化して可視化できるようにしたっていうことと、あともう一つ税理士の勉強をしている友達がいたので、はい、その方と話ししながら、まあ少しモチベーションを維持していた感じですね。やっぱりこう一緒に戦う仲間っていうのもあると、やっぱりこう励みになったりするのかもしれないですね。そうですね。ちなみにそのアプリっていうのは無料でダウンロードできるものなんですか？はい、できます。で、まあ、鑑定試験ですね、まあ、非常に難関な試験だと思うんですけども、うん、どういった人が受かりやすくて、逆にどういった人が受かりにくいのかなっていうご自身の経験からいかがでしょうかね？うん、まあ、そうですね、やはりあの最初から難関資格に挑戦しているっていう覚悟を持って、うん、あのすごくコツコツと努力を続けられる人が合格できる試験かなと思いました。なるほどね、はい、あのやっぱりきちっとコツコツ一つ一つ理解してってっていう、その積み重ねっていうことなんですかね。そうですね。ちなみに、まあ、先ほど宅建っていう言葉が出てきましたけど、はい、宅建を義母さん先に合格されてっていうことだったんですか、それともいきなりこう鑑定士の方に？鑑定士の方を先に受けて、はい、そのなんかあの、はい、試験から合格発表までの間に時間があったので、その間で宅建は
はい、なるほどね。あ、そうだったんですね。じゃあ本当に義母さんはいきなりこう、まあ、資格試験というのはもう鑑定士にダイレクトにっていう。あ、そうです、はい、あ、そうだったんですね。わかりました、ありがとうございます。で、まあ、2021年の論文を終えてですね、自分なりの手応えってどうだったですかね。そうですね、レックの回答速報を見ながら、自分のなんとなくこれは欠けてるな欠けてないなっていう、まあ、手応えで、まあ、おそらく380点前後かなっていうふうに思いました、ね。はい、終わった後の感触ってどうでした？あ、終わった後、そうですね、1日目とか2日目とか、あーとかって思った理由っていうのは、民法経済に関しては割とできたかなとは思ったんですけど、会計学の栗延べのところなんか何個か挙げる項目があって、まあ、そこはちょっと全部埋めれなかったので、ね、まあ、そういうところで、まあ、ちょっと気になる部分ありましたね。なるほど。それでまあ会計でちょっと気になっちゃうところって、会計って午前中じゃないですか、はい、午後のこう鑑定理論とかそっちには、あるいは次の日とか影響はしませんでしたか？影響は特に。あ、そうですか、はい、もう切り替えてっていうことですね。そうですね、なるほど、分かりました。で、まあ、レックではですね、基礎力を重視した講義と教材というのを第一に考えているんですけども、この方針ってどうでしょうか？なんか変えた方がいいんじゃないのというか、なんかもしあれば。まあ自分にはすごく合ってたと思うので、一応まあ他校さんの方の教材を少し見させていただく機会があったんですけど、そちらはまあなんかすごく難しいというか、なんかすごくいっぱい書いてあったので、まあレックさんみたいになんか大事なところをすごく絞ってくれてる方がすごく勉強しやすかったですね。あ、なるほど、はい、ありがとうございます。レックではですね、まあ、本試験の傾向あるいは試験員ですね、まあ、どの科目もですね、まあ、結構一生懸命我々分析してるんですけども、当連模試、まあ、よく当たるなっていうふうに、まあ、自画自賛なんですけども、はい、思ってるんですが、いかがですかね、受験生の立場からして。そうですね、まあ、今年だけではなくて、はい、まあ、何回か論文試験受けてるので、はい、まあ、そのたんびに、あ、結構当ててくれてるなという感じがありましたね。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。でズバリですね、2021年の最終合格の決め手となったのはどうでしょうか？どういったものがありますかね？そうですね、まあ、鑑定理論の演習問題の方の、まあ、スピードと正確性を高めたことが、まあ、最終的な決め手だったかなと思います。なるほど、スピードと正確性、それはトレーニングの段階でどういったことを心がけてるんですか？はい、その過去問だったり、その模試や答例の問題をできれば60分前後で解けるように。あ、なるほど、はい、2時間なんだけど、ね、1時間で解こうっていう、はい、そのもっと負荷をかけるということなんですね。そうですね、はい、それを練習の段階でやられたっていう、はい、それは鑑定理論の演習だけですか、それともどの科目も結構その負荷かけてやってたんですか？あ、まあ、演習だけですかね。なるほどね、はい、あ、分かりました。まあ、就職転職活動っていうのがね、合格した後に、まあ、どうしても、まあ、合格後っていうか受験が終わった後に出てきますけども、うん、いつから始められましたか？そうですね、自分が志望してた会社の、うん、まあ、面接が論文試験後だったので、うん、まあ、論文試験後から始めました。うん、なるほど。で、20代で合格されたことのメリットっていうのは何か感じられてますか？そうですね、まあ、まあ、今はまだ感じれてはないんですけど、うん、おそらくまあこれからまあ、早めに合格したということなので、うん、これから鑑定士として活躍できる期間がまあ長くあるので、うん、まあ、その分これからいろいろ経験を積んで努力していこうかと思っています。なるほど、はい、ではこれからのですね、抱負、お気持ちなどをお聞かせいただければと思います。まあ、そうですね、いち早く鑑定士として立派に、うん、皆さんの役に立てるように勉強して、まあ、これまで以上に努力していこうと思います。ああ、分かりました。はい、では最後になりますけども、まあ、これから不動産鑑定試験のですね、受験をされる皆様にメッセージをお願いいたします。はい、まあ、そうですね、合格まですごくいろんな、まあ、苦しいことがたくさんあると思うんですけど、合格した後はまあそういったプレッシャーから解放されて、まあ、自分の好きなことをできるようになると思うので、まあ、それまではすごい体調に気をつけながら頑張っていただきたいですね。はい、分かりました、ありがとうございます。それではですね、2021年のですね、合格者対談を、以上とさせていただきます。どうも皆さん、お疲れ様でした。